読売テレビアナウンサー諸国さよこです。スマタンルーティン動画ということで、前日の夜からです。時間を有効活用するために、何かをしながら他の何かをする傾向があります。 YouTube を見ながら保湿をしています。 YouTube だとスマタンや大阪本若テレビで共演させていただいている方のチャンネルとか、あとお笑い芸人さんのチャンネル、見取り図ディスカバリーチャンネルとか、アインシュタインの YouTube シュタインとか、めっちゃ好き。それと野球系ですね。特産 TV からプロ野球の各球団の公式チャンネルまでずっと見ちゃいます。化粧水とジェルとクリームを塗り終えましたので、次はまつげ。まつげ美容液は2種類使っています。で、ヘアケア、ヘアケアっていうか、今つけてるのは育毛剤です。なんと、まさかの育毛剤。母が私の頭頂部の割れ目が気になるというふうに指摘してくれて、買ってくれました。その後トリートメントをつけて終了。できました。次は翌朝放送の VTR の読み合わせです。テロップが出るタイミングを確認したり、画面を見ていなくても聞くだけで分かりやすい言葉に直したり、ここは曲がった方が面白いかなとか、ここ思いっきりテンション上げようとか、ここ MC の立田アナから突っ込んでもらえそうだから突っ込んでもらえる尺を残しておこうとか、そういった点を調整しておきます。限界ギリギリ、気合でキャッチ大成功。よし、オッケー。さあ、こちらが最重要ルーティンです。ベッドサイドに大音量アラーム。これは起きたい理想の時刻にセットで、離れたところにも最強爆音アラーム。こっちはほんまに起きないといけんっていう時刻にセット。一応スマホも。寝る前、シアバターを唇に塗っています。寝るの遅くなった。おはようございます。その日のプロ野球全試合を取り上げる有料チャンネルの番組の録画を見ながら目を覚まします。ようやくベッドから出られました。ブリッジをしながら声を出しています。体をほぐした方が声が出やすいですし、目も覚めます。今から出社します。行ってきます。まずは衣装です。おはようございます。衣装さんに衣装2パターンいつも用意していただいています。今日はどんな感じですか？はい、はい、
じゃあこっちの最後の方で2つ目で、はい、お願いします。はい、はい、そんな感じで行かせてください。まあ、なんか質問されたら答える感じで、はい、担当ディレクターと一緒に読み合わせをします。アイシャドウはベージュベースで、アイラインやマスカラはブラウン派です。ちなみにビューラーはしません。スマタンのオンエアの後に翌週オンエア分のロケがあることが多いので、ヘアセットはポニー系でお願いしがちです。ありがとうございます。プロさすがプロ、ありがとうございます。さあ、いよいよ本番です。ちなみに衣装はこんな感じです。髪もいつもセットしてくださっています。では本番行ってきます。